MSC ナストランの疲労解析機能 LEF では構造の寿命や破壊を予測することが可能です。この疲労解析ソルバーは線形性解析ソル101固有値解析ソル103過渡応答解析ソル112における疲労解析のパフォーマンスとスケーラビリティ向上を実現します。 バージョン2021.1では2020年に買収した CAE FATIGUE の機能を統合しアップグレードされました。CAE FATIGUE の疲労解析ソルバーは標準的な応力寿命 SN 法に加えてスポット溶接の疲労解析を含む歪み寿命 EN 法にも対応しました。従来の入力ファイルのままで 自動的にこの新疲労解析ソルバーの利点を活用可能であり追加の入力なしに大きなパフォーマンス向上を得ることができますパフォーマンス向上は多くの荷重イベントを含む複雑なデューティーサイクルが適用される大規模モデルで特に顕著ですこのトラックモデルでは MSC ナストラン2019では50分を要しましたが2021.1では シングル CPU でも8分未満に短縮されました。さらに、NEF と共通のライセンスで使用可能な CAE ファティーグソフトウェアでは、疑似ダメージ解析などの高度な解析が可能です。詳細については、MSC ソフトウェアの御社担当営業までお問い合わせください。